さて、サクサクと釜を入れていこうかなというわけで、皆さんどうも、タイガです。デビルですね。リーダーデビル、アビデビルでやっていきます。でただ、お相手が1戦目から、バルキリーと。どうしよう、バルキリー。普通にきついな。対空引かなきゃ。大型2本よりも対空引かなきゃダメですね。どうしようかな。対空。やばいな。引けないですね。これでいきますか。サイクロのビームで1体倒して、チビブルとマイマイでなんとか。はい、取り出は取れたら嬉しいな。マイマイで妨害はします。打ってきたな、タンジェロ。イフリートがいるんだ。とりあえず打ちますけどね、こちらも。あー、無理か、惜しいな。やれなかったっすね。ただお互いだいぶコスト使ったな、今ので。まあ、とりあえずデビルも来ますか。どういう反応するか分かんないですけど。あ、プリキャか。プリキャちょっと苦手だな。で、バルキリーが出てくる。バルキリーに対してはもうチビブルとマイマイでやるんで。はい、こんな感じで。で、ここも倒した。で、その浮いて、マジかよ。何さっきから。あ、2体いんの、そこ。道理でね、そういうね。うわ、すごいな、範囲。雨あられの。その動いちゃうんだ。まあ、これで剣士が行くでしょう。ここは問題ないですね。で、こっからっすね。ちょっとコストだいぶ使わされちゃってるんで、ここをどうするかなんですけど、まあ、チビブルとりあえず1本行きます。はい、レドが白前で。なんかスキル打たなそうなんで、こんな感じでいきます。はい、マイマイとりあえず置きました。え、あー、そういうパターンね。あらららら、首が貫通したね、レド側を。これちょっと無理っすね。サイクロック場面もねえわ。まあ、デビルがどうとかそういう感じじゃないっすね。単純にきつかったな。ちょ、キャラ出てこないかな。サイクロンビームチャレンジしたい。どの目、ここだ。あー、お前どこ行った。しかも打たないし。サイクロがいじめられる。あー、まあそんなもんでしょう。持ってるな。行きましょうか。炭治郎、炭治郎、勝負や、勝負や、炭治郎。対空が引きたい、マジで。対空引かせてくれ、エルフを引かせてくれ。引けば一瞬なんだよ、バルキーなんて。頼むよ。ナメコでもいいですからね。対空が引けないと話にならないですね、マジで。何回でも回すからさ、引かせてくれよ。ちびめたね。やれないこともないんですけど。いやー、ちょっともうちょっと回さなきゃダメだな。いや、もう無理ですね。もう一回回します。大型開くといいんで、対空引かないと。もう積みなんで。いや、無理だな。ひどいな、シャッフルが。どうしようもない。やっぱメタドラの方がいいのか。こういうのを考えるとね、あのレロガも強いんですけど、メタドラの方がね、バルキリー見れるよねっていう感じのあれはあるんですよね。悩むところなんですけどね。まあ、お相手足そうっすね、これ。出し方的にどうかな。あ、一応打ちますけど。あ、足はいないんだ。取っていく、ナイス。デビュー重ねました。はいはい。あ、ロックマンが無双してますね。だいぶ飛ぶしな。しかも引きでバルキー切られてるんで、その位置のバルキー俺やれないんですよね。一体も誰でもやれないですよね。だからちょっと時間かけます。
負けない時間まで、まあ、これがねまたヒドラとかだったらね話変わるんですけど、これで理想なのは相手の大型に対してレドガーしなくてゴレを切って、でゴレを倒すためにバルキリー合わせさせて、でバルキリー合わせてもらって、そのバルキリーにレドガー出して倒す、それが一番理想。まあ、点差勝ちできればいいかなぐらい。来た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 、ここっすね。もうちょっと我慢かな。ここボレ出して大型来ないかな。来た、とりあえずレド側切ります。とりあえずこう倒してもらいたいんですけど、まあちょっと無理だな時間的に。もうどうしようもないですね。吸い尽くしって炎が吸わないんだっけ、全然知らないんだよな。さあ燃える炎を出しますが、裏ヒュドラかこれ。サグマス頑張れお前。頑張れない。まあ対空ないでこうなりますね、どうしようもない。ドロー、まあ多分最大行くんじゃないかな。どうだろう、全然吸われてないからね向こう、あ全然向こうも吸えてないから、あ吸えてない、点差17だってことは結構美味しいんですよお互いが。多分来るんじゃないかな、来ないかな。誰だろう、バルキリーヒュドラ、ベシクルさんかな、わかんないな。さあ頑張りましょう。お相手デスリーダー、まあメタドラ使ってる時はマジ苦手なんですけど、レドガだったらまあやれないことはないかなっていう感じ、まあ、横から殴れるっていう点があるんで、まあ、横からしっかり殴ることができればレドガだったらデスは問題ない。メタドラは本当ね、デスきついんですけど、ここがね、やっぱね、対デスができるかどうかっていうのがレドガと、メタドラの違いなのかなっていう感じ。で、悪縁引きすぎだな、さっきから。悪縁な、頑張れる時はあるんですけど、別にいらないんですよね、そこまで。これ、まあ、こっちに回ったんだけど、勝手にしゃくったんだけど、え、ま、回しないよ、俺。押しないんだが。マジかよ、大型来ないでしょ、しかも。うわ、出たよ。出た。ひどいな、これ。たまにあるんですよね、押さなくても勝手にシャッフル回るの。前にもなんか前の動画でも結構言ったことあると思うんですけど、これ多分裏ありんかなんだよな、たくみさんで当たったことあるんだよな俺。マジで勝手にシャッフル回るの本当にクソだって、どうしようもないもんな、そんなあったらな。とりあえず一発撃ったけど、まあ無理だな、これ関係ないな。まあ取りは取れそう、とりあえず取った。でエルフでとりあえずやった。まあちょっとこれ無理なんで、まあエルフがある程度頑張ってくれたんですけど、こっちは無理なんでね、死んでもらって、スキル食らわずにやられてほしいな、できれば。それ食らうんだな、すごいな攻撃範囲。で裏いるんですけど、これクリフラ落としかないか、なんとかどうした。エルフまだ生きてんだけど、やばで、まあいろいろとあるんですけど、あの問題点はビームまず打つ、次青玉打たない、超絶きつい、小腹広げ、オッケーだ、ギリギリオッケーだ。これでバルキーでちょっとこいつ削ってほしい、ちょっと削ってほしい、頑張って削れないと負ける、どうしようも負ける。マジでビーム打ちすぎなんだけど、なんで相手のキャラこんな打つの、おかしいじゃん。これは無理だって、そんなだから。なんとかなりそうだけど、なんとかなりそうな匂いもあるけどさ、なんとかなりそうな匂いしてるけど、マジで無理だって、本当に打ちすぎだって。まあお相手がねデビル止まらないフラだったんで、あんなビーム打たなかったら行ってましたね、デビルで。
まあしょうがないか。惜しい。ちょっとこれは無理っす。大型引けなかったけど、レドがだいぶ頑張ってくれた。あんだけビーム連発しなかったらレドが耐えたね。もう一回青玉出してバルキ、だけあいつやってカウンターできたんだろうけど、ちょっと厳しいな。いやーどうかな。キメ川虹バイクでゴーしたいんだけど、まあナスでもキメ川やれるんですけど、まあナスじゃないかなっていう感じなんですよね。ナスでもやれるんだけど、あ、まあこれだったらいいか。いきますか。デドガとナスの相性はそもそも別に悪くない。これ誰だっけ、この ID 見たことあるぞ。これこれキメガレドガのテッドさんじゃないのこれ、もしかしたらだけど、ワンチャンテッドさんでは。ビームでやった、なるほど。ウィッチ、バルキリーも出てくると。バルキリーが重いなこれ。今回デビルだいぶ頑張ってくれてるんですけど、でワンパンにはしたんですけど、これちょっとヘッジに前出てもらってバルキリーを下に下らせましょう。そこで攻める。ここで攻めて、下からも猫。 OK、 ナイス、素晴らしい。でここでリケード置いてあげて、バルキーに入ってないか、残念。じゃあここでレドが行きますか。しょうがない。全然テッドさんじゃなかったな、この感じ。ブルガだしな。まあやれるとは思うんですけどね、 やれるとは思うんで問題はないんですけど、とりあえずデビル出して、下ラインもデビル出して、そうキャラ出さないとね。あ、オッケーオッケー、ナイスナイス。さあここリケイド置いて、あースキルフン入れるタイミングよろしくないな。まあでも倒すぞっすね、代わりに触っちゃったけど、まあまあまあ大丈夫でしょう。まあ干渉は無理なんであれなんですけど、一瞬デッドさんかと思ったけど、ブルドだったら多分違うよね。なんかレドが、あ、でもレドがキメガのイメージだな。キメガリーダーじゃないの、デッドさん、そもそも。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。全然違かったわ。なんか文字の形が似てるだけで、デッドさんの名前あれだ、顔文字だったわ。そう、ちょっと顔形が似てたから、あれって思ったけど、そもそも固定が違うしな。はい、そんな感じで、まあ、デビルリーダーやってきました。デビルレッドがとりあえずやりました。まあ、どうなんすかね。レド側は強いですよ。間違いなく。で、デビルも強いんですよ。ただ、まあ、キャラの固定の相性っていう問題で。デビルリーダーって何にすべきなんだろう、本当は。裏。なんかもっとガツガツいけた方がいいのかな。でもサイクルとかにしちゃうとね、ちょっとね、空が、対空が気になっちゃうんで、悩みどころだし、迎撃固定しないし、みたいな。悩みますね。何にしよう。まあちょっとしばらく迷って、キャラ決めようかな。まだ全然決まらない。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。とりあえずデビル、なんだっけ、今回やったの。はい。忘れました。レドガですね。はい。まあ、いろんなキャラ使ってみたいと思います。というわけで、皆さんまたよかったらぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それでは、お疲れ様です。